何が起こったこれ。何が起こったマジで。なんでお前そんな金持ってんので挨拶するか。ちくるみチャンネル。どうだ、これはどうだろう。あ、チワ、チワ、コンじゃなくてチワっていう挨拶、久々に聞いたな。コンチャーみたいな。プレイ、ベス、オッケー、ヨロン。かわいいな、なんかギャルっぽいよな。てかさ、48歳ですって言った瞬間にさ、切るのやめてくれねえか。マジで。冷えた目で見られるんだけど。そろそろ社畜さんの偽物出るかな。いやー、出ないんじゃない、まだ。まだ出ないでしょ。やべえ、めっちゃ冷ややかな反応されたんだけど。48で、ハゲてます。ハゲてます。どうしよう。やべえ、48でハゲてるんだ。どうしよう。果たしてどういう反応するんでしょうか、これ。え?って言われた。どうしよう。気にすること、ないですよ。優しいな。優しいな。身長136。身長136センチ、48歳の独身だけど小さいよね。しかもハゲてるみたいな。これどうだ?お、でも一人一人違うから、いいと思いますか?お前いいやつだな、こいつ。ゆうなちゃん。ちょ、もういいやつだから、ちょ、特別にセンベルあげよう、こいつね。ちょ、センベルを贈呈するわ。ちょ、金あげよう。金あげる。少しだが、ちょ、正直者だから、ちょ、こいつには金あげるよ。少し。さあ、なんで反応するんだろう。お、ついてきたか?これは。仕方ねえな。センベルでよければ、センベルやるよ。あ、高評価ありがとうございます。本当に少しだけだけどな。センベルあげるわ。1万ベルはちょっと俺にはハードルが高い。金あげるの趣味なんで。そう、金あげるの趣味だからさ。金あげ中なんだよね。金あげるの趣味だから。まあ、さっきのやつ全然ちげえじゃん。まあ、さっきのやつとかさ、まあ、金よこせとか、金の道具よこせしか言わなかったのに。どういうことだよ、これ。金あげるって聞こえた。そうなんすか。金あげるの趣味って、やばい趣味持ってるよな。そうなんですか。お、もらいに来た。センベルやるよ、センベル。いいよ。別に1万ベルとかじゃねえからな。センベルでいいんじゃない。え、いらないって言うのか。もらっとけ、もらっとけ。もらえるときにもらっとくもんなんだよ、金とか。いつでももらえるもんじゃねえから。倍にして返しますよ。マジで?マジで?あ、めっちゃもらう。待って。は?ちょっと待って、待って。やばくねえか?ん ?9 万9000ベル。お前、やばくないか?ちょっと待って。なんだこれ。おい、これはなんだ?金あげるって言ったら、なんかめっちゃもらえたんだけど。やばく、え、どんだけ金あんのこれ。は?何が起こったこれ。何が起こったマジで。なんでお前そんな金持ってる。って何が起こった。どういうことこれ。これリスナーでしょ絶対。俺さ、これリスナーだと思うんだよね。しらばくれてるけど絶対。これリスナーじゃね?なんかリスナー臭いような、なんか雰囲気的に。こんな普通ってさ、持ってないじゃん。こんな大金。普通さ、ATM 行かないと下ろせないからさ、9万9千までしか持ってこれないから、さすがにいないでしょ。いや、リスナーですかって聞いてみるって聞いたじゃん。絶対リスナーだと思うんだよね、俺。多分。キャッチくるみチャンネルでしてます。絶対リスナーじゃね、これ。ちょ、もらったんだけど。まさかの、もうセンベルあげるわと言ったら、なぜか、ちょ、お金が何倍なんこれ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18。だけど、俺のセンベルも入ってるから、170万円。ちょ、お金がなんか170万ベルになったんだけど。ちょ、もらっとこう。ありがたくもらうわ。ちょ、これはね、ちょっとありがたくいただきます。ちょ、タヌキチのところに消えていきますけど、ちょ、もらいます。あ、間違えた。入っちゃった。ちょ、ありがたくもらいますわ、これ。ちょ、わらしべ長者になったんだけど、本当に。こんなことってあるのだけど。てか、視聴者じゃなくてさ、くれるってねえでしょ。さすがに。だって ATM 一回またがないと手に入らないからさ。まあ、別にくれるんだったら、それに越したことは俺はないんだけど。非常に嬉しいけど。ちょ、めっちゃくれるんだけど、ちょっと待って。金ねえ。あるって言ってもそんなにないから。160万だから。たぬきちさ、まだ全然できてないから。すごすぎじゃねこれ。こんなことってあるんだな。ちょ、お前らさ、正直者は救われるぞ、本当に。400万人の、マジこれ。だけどさ、俺のこと絶対知ってるよな。くれる人はくれるし、マジで。確かに。まさかの。ちょ、これさ、社畜わらしべ長者物語っていう名前でちょっと動画化するわ。してますよ。140人ぐらい見てます。マジでくれるもんなん。俺さ、今まで金あげあげ中として金をあげまくってたけど、俺金もらったことさ、リスナー以外から初めてな気がする。まあ、リスナーかどうかわからんけど、実際どうなんだろう、これ。ちょ、ありがたくもらっとくか、ちょ、わらしべ長者物語としてちょっと動画化させていただくんで。だけどね、お金をあげるって言うと逆にお金をもらえるんですよ。俺、金くれくれ中見てるか。金をもらうにはな、こうしたらいいんだよ。実際さ、金くれって言われてもさ、普通あげないじゃん。逆の発想でさ、金をあげるって言われたらね、あげたくなるんだよ。心理的な問題だけど。わかります。実際さ、金さ、くれとか言われてもあげたくないもん。だけどさ、金あげるって言われたら俺もあげたくなるわ。うん。まあ、俺金ないからさ、1万ベルぐらいしかあげられないけど。何、お金くださいって言ったら、くれて閉じ込めあるから気をつけてねって言ってくれた人やん。多分マジで。そんなことあるの?
お前よく覚えてるな。スイーツ村ゆうなさん、ちょ夢番地を、じゃあちょっとねここで宣伝しとくわ。 3D00-0134-793A。 お、誰かが島に到着した。マジか、これリスナーだったら面白いな。あ、エラーが発生した。ちょ、エラー発生したんだけど、なんで、最悪なんだけど、待って、シャチクルミで出ますよ。マジか、なんでエラーなんのこれ、ふざけんな。え、なんであれエラーになったの、最悪。まあいいや、動画として残ってるから動画としては残ってるから、シャチクルミで出ますよ。まあ見てくれるでしょう、動画をね。動画を後日あげるので、まあそれを見てコメントしてくれるでしょう。いや回線悪いんじゃなくてさ、単純になんか今来たやつがあれなんじゃない、多分速攻なんか閉じたとかじゃない、タイミング的には。このタイミングでエラーってさ、絶対そうじゃん。多分ね、着いた瞬間ね、パカったんじゃねえかなと思って。何、その人がどんな感じでお金増やしたかによるぞ。あ、なるほどね、さっきもらったの全部なし。マジで、さっきもらったの全部なしなんこれ、嘘。まあいいや。え、マジでこれ今もらったやつ全部なくなったんこれ、マジでなしになってるのこれ。まあいいや、まあそれはそれでいいでしょう。もらったお金はなくなったが、まあいい動画が撮れたんで俺はそれで満足だ。あげるに変わりないが株儲けしたからな。なるほどね。まあ別にさ、お金欲しいけどさ、めっちゃくちゃ欲しいかっていうと、まあ別にねえっていう、まあ、くれるんだったらもらうけどさ。村長村リンナさん、オメガさん、何これ恋話してんの、お前らさ恋話してるだろう、その会話の内容。この年だと多分もうない。いや絶対さ、これ恋話してるよ、絶対恋話してる。ちょっと待って、あ、どうしよう、シャチクルミチャンネルですって打とうかな。そうか、48歳独身ですって打とうかな。ちょ迷うな、これシャチクルミチャンネル。あー、どうしような。ちょっと待って、会話見とくか、ちょっとしばらく。しばらく会話見とくか。なんだこれ、恋バナか、何の話やろ。小さい頃だからしょうがない。なんか話してるからさ、ちょっと、やめとくか。人の初めて握ったわ。どういうこと、ちょっと待って、ちょっと意味がわからへん。会話の流れが全く読めない。恋バナじゃねこれ多分。恋バナか、ちょ、俺も仲間に入れてくれよ。48歳だけど。いいよな。ちょ、48歳独身だけどさ、いいよね。俺も入れてくれ。ちょ、入れてくれよ、かわいこちゃん。あ、やべえ、俺警戒されてる。もう何、中入ってきてんだよ、みたいな。こっち見てる。ちょ、もうここはちょっとごまかすために、シャチクルミチャンネルと、打ちましょう。恋バナかこれ。何、下ネタじゃないですか、ほんまに。恋バナじゃないの、下ネ、いや、何もないです。マジで。あ、くるみではないけどな。生放送中やで。シャチくるみで。シャチくるみでな。お、笑ってるこいつ。え、こいつ知らねえ。にわかなの、まさかの。そう、シャチクで笑うとは失礼な。それな。こいつさ、にわかだろ、にわか。にわかがいるな、これ。出てきた。にわかかよ。ちょ、にわかかよって。にわかかよって、打っとこうぜ。にわかかよ。マジで知らねえのか。いいんやで。YouTube あんま見なくて。しゃあない。仲良し村ほのかさん気をつけて、どういうこと？ちょ待って、見てなかった今。ちょ、なんて言ってたこれ。何、社畜さんにはってなんか言ってなかった。何？金欲しいのか？ちょ、記念に金やるよ。は、社畜さんに彼氏がいるのって意味がわからへん。ちょっと待って、バカすぎだろ。待って待って、もう意味がわからへん。ちょ、記念に金やるよって終わるわ。ちょ、記念に金やるよ。ちょ、記念に金やるよ。とりあえず金をあげるみたいな。ちょ、金あげて帰るわ。ちょ、センベルあげようかな、センベル。どういう状況？ちょ、待って、こいつさ、意味がわからへんんだけど。彼氏の話は、意味がわからへん。ちょっと待って、ちょ、誰かこいつにさ、ちょ、誰か説明してあげて、もう意味がわからへん。もういいや、ちょ、帰っていいこれ。帰るわ、バイバイ。ちょっと、どういうことか、ちょっといまいちわからないです、彼氏が。なんかそれ違うらしいですよ。ちょ、説明してあげて、ちょっと誰か。ちょ、こいつさ、意味わかんねえんだけど。彼氏いないの？ちょ、意味がわからへん。こいつに向かって彼氏いないのって。何言ってんだこいつ。もう帰ろうぜ。バイバーイ。もういいや。ちょっと意味がわからなかった。帰ろうと。ちょっとマジで意味がわからねえ、今のは。ちょっと頑張ってさ、翻訳しようと思ったんだけど、意味がわからなかったし、帰るわ。これはマジでちょっと、ダメだな。もう意味がわからんかった、今。ちょ、頑張って理解しようと思ったんだけど、無理だわ、今のは。
どういうことやねんっていう、お前チャンネル見たんじゃないのっていう、で彼氏はってどういうこと、彼氏いないのみたいな、もう意味が分かりませんわ。ちょっと戻ります。もうネタで言ってるのかネタじゃないのか分からなかったけど、最初ネタかなと思ってたんだけどネタじゃねえわと思って、これガチでナチュラルじゃねえかっていう。